その赤い瞳。めちゃくちゃ怖そうなゲームを見つけてきました。このゲームはですね、ある日公園に捨てられていた真っ白なウサギを拾った主人公、その日から彼の住むアパートで異変が起こり始めるって書いてますね、あらすじに。はい、まあ、このウサギを拾って何か異変が起こり始めるらしいですね。あらすじと同じこと言いました。はい、すいません、始めます。よろしくお願いします。僕昔小学校ぐらいの時にウサギを飼ってたんですけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。はい、まあ、うんこが丸くてびっくりしました。ササジャータか。は？何語？私は非力です。なので何も見つけられず、何も与えられません。だから私を食べてください。カニバリズム来た！これはカニバリズミーヤですね。あなたがそれをできないのなら、私は自ら火の中に飛び込みましょう。そして私は肉となり、あなたの糧となる。これがササダカシャーサさんが言ったってことですね。ササダシャーカタンってですね。ササダシャーカタンです。全然読めん。全然言えん。1日目。ササシャーダカさんですね。それはある日の夕方、不意に通りかかった公園の片隅に置いてあった木箱が目に留まった。箱の中には白いウサギが入っていた。まあ、捨てられてたところですよね。誰かに捨てられたのか。捨て犬とか捨て猫わかるけど、捨てウサギ、ウサギを捨てるってどういうこと。あー、かわいいかわいい、うん、かわいい。まるで血のような赤い瞳でウサギが俺を見ている。俺の自宅は小さなアパート。犬や猫などのペットは禁止。しかしウサギぐらいなら鳴き声もほとんどないに等しいし、飼っても問題ないだろうと思った。このまま見て見ぬふりをして死なれても、ね、寝覚めが悪い。運がいいな、俺も今は独り身だ。俺はウサギを抱きかかえて自宅へと戻ることにした。ちゃんと帰よお前。ウサギってめちゃくちゃ寂しがり屋なんだからね。もう自宅に結構いないとすぐ死んじゃうからね。もうウサギって、俺ウサギが亡くなった時を思い出すと泣きそうになるんですけど、ウサギってなんか急に亡くなりますからね。気をつけて本当買うんだったら。俺はアパートにウサギを連れて帰った。帰る途中にコンビニに寄ったが、ウサギ用の餌はさすがに売っていなかった。仕方ないので冷蔵庫に残っていた野菜を与えることにした。あ、選択肢これ、レタスをあげる。え、これで何か変わるの。ちょっとセーブします。人参がいいんじゃないのかな。まあ僕こうやって生の野菜とかあげたことないんでわからないんですけど、まあ人参あげましょう。ウサギは小さな口を細かく動かし、与えた野菜を美味しそうに食べてる。名前とかつけた方がいいよな。何にしようか。まあ、ジャンバラヤでいいんじゃない。ジャンバラヤ、お、自分で決めれる。ジャンバラヤにしよう。ジャンバラヤ、ジャンバラヤ。じゃあジャガビササマッサでいきます。はい、よし、お前は今日からジャガビササマッサだ。短い付き合いになるだろうけどよろしくな。自分で読め。ジャガビササマッサ。動物を飼うのは初めてだった。幼い頃は犬を飼いたいと思っていたが、親は共働きで忙しく、経済的にも決して裕福ではなかったので諦めた。めちゃくちゃいい家に住んでるけどね、今ね。そんなあれも社会人になり、一人暮らしを始めて早3年。仕事にもだいぶ慣れてきたし、ウサギを飼うぐらいの余裕はある。それに何より俺は寂しかった。仕事で疲れて帰ってきても、ここには俺一人。ウサギが寂しいと死んでしまうなんて言うが、本当だよ。本当だよ。人間だって同じかもしれない。だったらその寂しさを、お互いに埋め合う相棒が必要だ。二ほどきも早く済ませないとな。このアパートには、4日前に引っ越してきたばかりということもあり、まだ部屋の中にはいくつか空いてない段ボールがある。まあそのおかげでウサギ用の箱がちょうどよくあったわけだが、とはいえケージや餌は明日にでも買いに行こう。言い方のニュースです。昨夜未明、東京都越知で女性がビルから飛び降りたとのことです。警察は自殺と他殺の両面から捜査を進めていたことができてんだよ。俺はテレビから流れてきた暗いニュースに大きくため息を漏らし、うんざりとばかりにチャンネルをバラエティ番組に変えた。ああ最近はこんなニュースばっかだな。あれでもなんか写真、なんかカップルじゃないの、あれ。なんか写真置いてあるけど、なんか二人でなんかこうね、首こう斜めにしてね、気持ち悪い、このバカだな、これ。その後シャワーを浴びて夕食のコンビニ弁当を食べた俺は、持ち帰っていた仕事をサクッと済ませて帰る、寝ることにした。窓の外に目をやるとまだ雨が降り続けてる。その時だって来るよ、なんか怖い現象が起きるんじゃないのって。ピンポンや、ピンポン来たよ、どなたですかって。え、時刻はすでに22時を回っている。なんかこんな時間に誰だ。めちゃくちゃ美少女じゃないの。ウサギっぽい、なんかウサギが人間化してるのすっごい可愛い子みたいなね。俺は念のため覗き穴から外の様子を確認してみた。さあどんな可愛い子が。あ、明るい。しかし穴の向こう側には誰の姿もなかった。やれやれ、仕方なくチェーンを外して俺はドアを開いた。めっちゃ可愛い子、なんもいね。だがやはりそこには誰の姿もなく、ただしんしんと雨が降る物悲しく見慣れた景色が広がってるだけだ。ピンポンダッシュか、暇なやつおるもんだ。いや、マンションでピンポンダッシュする、普通一軒家じゃないの。え
ね、全部のところにピンポン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 ってしてんの。俺はドアを閉じて自室に戻り、今度こそ寝床に着いた。そして翌日から異変は始まりだした。いや、後にして思えばこの日が全ての始まりだったのだろう。へえ、これから何か不吉なことが起こるってことですよね。2日目はい、まあ1日目は大体何も起こらないですね。次の日から異変が起こり始めるってことですよね、大体ね。はい、俺はその日俺は仕事の帰りにウサギ用のケージと餌を買って戻った。ダンボールの中を覗くと、ジャガビ、ササマッサは俺を変わらぬ赤い瞳で見つめてくる。なんかオーラまとってんだよね、このウサギ。少し調べたところによれば、目が赤いウサギは白ウサギだけらしい。体毛が白く、色素のないウサギだけが、二次災害透明なために、血管が透けて赤く見えるんだという。元の飼い主はどうしてお前を捨ててしまったんだろうな、こんなに可愛いのに。などと聞いたところで答えてくれるわけもなく、ジャガビッササマッサは鼻をひくひくと動かして俺の匂いを嗅いでくるだけだった。可愛いじゃない。何？なんかテレビおかしくない？もうすでにウサギに餌を与えた後、シャワーを浴びた俺は部屋に戻ると、なぜかテレビがついていた。あれ？切り忘れたかな。いや、液晶テレビであのザーザー画面はないでしょ。だがそもそもつけた覚えがない。そして不自然なことに、画面は砂嵐が流れていた。現代のテレビじゃありえないことだ。はじめは故障したのかと思ったが、リモコンで適当にテレビ、あ、チャンネルを変えると普通に他の番組が放送されてる。逆に今の若い子ってこのザーザーするやつ、あのプレハブじゃねえや、あのなんだっけ、なんちゃら館のテレビとかの、あのザーザーするやつ、深夜によく流れたあのザーザーのやつ、多分見たことないんですよね。ん？よく見るとテレビについていた電源コードに少しだけかじったような跡がついていた。え？かじったら何、呪いが映んの？どうやらジャガビササマッサがいたずらをしたらしい。俺は部屋の隅っこにいたジャガミササマッサにチトッとした視線を向ける。あ、そうだった。そういえばウサギやネズミはコードを噛んだりするから気をつけろとペットショップの店員さんが言って、そうそう、だからなんかあの管みたいのつけてました。僕もすまん、俺が悪かった。こんなことなら勧められた保護カバーをちゃんと買っておけばよかった。お、また誰か来ましたよ。またピンポンダッシュですか。まあ、覗き穴にあのなんか画鋲とかプシュってやったらなんか怖がらせばいいのに。はいはい、まだ出ますよ。また同じような時間になったインターホンに呼ばれて、俺は玄関へ足を運んだ。まあ、今度多分怖いと思う。玄関まで来た俺は昨日と同じ感覚を覚えていた。きっとこのドアの先にはまだ誰もいない、そんな予感がする。とはいえ一応確認しておかなければならない。これでいなかったら逆にびっくりするけどね、僕的には。うん、いねえのかい。でもこれ来るよ多分。やはりドアの向こうには誰も見えなかった。これ皆さん気をつけてくださいね、多分来ますよこれ。これはひどい。ドアを開ける意味もないだろうと思い、俺は部屋に戻ろうとした。その時ちょうど隣の号室に住む種田さんがドアを開いて出てきた。え、来んだ普通に人が。お兄ちゃん、この間は手土産ありがとね。あ、どうも。種田さんは気のいい中年男性で、このアパートに引っ越してきたばかりの時にいろいろと手伝ってくれた優しいおじさんだ。普段からちょっとお酒臭いのがたまに傷だけど。それにしても隣人がお兄ちゃんに代わってくれてよかったよ。え、どうしてです？前に住んでた野郎が夜に女と喧嘩ばっかしてうるさくてよ。たく気持ちよく寝酒もできやしねっての。へへへへ。俺が愛想笑いを浮かべると、種田さんは上機嫌でどこかに出かけていった。インターホンをしたのは種田さんじゃないはず。あの人はそんなくだらないいたずらをするような人じゃない。だったら誰が？やっぱり近所の子供とかだろうな。やれやれ。俺は小さくため息をついて部屋に戻ろうとした。やれやれでため息をついて終わるの、俺だったらもういい加減しろクソガキってなるけどね。来るよ多分。もう誰ですか？もういい加減しないとゴルフクラブで頭をかち割ってやりますよ。再びインターホンが鳴った。俺はもう一度ドアスコープを覗こうかと思ったが、少しだけ思いとどまった。うわ、怖い、すごい。すぐにドアを開ける準備はしていたのだが、2分ほど経っても、あ、待っても、3回目はならなかった。なぜスコープを覗くことをためらったのか、自分でもわからない。しかし、それは間違っていないような気がしていた。あ、結局見ないんだ。うわ、3日目。え、若干3がピンクがかってないですか？だんだん数字が赤くなると僕は見ました。昨日から続くようにして異変が増えだした。電気が急に消える。蛇口から水が勝手に流れ出す。それと何か甘い香りがしてきてがする。いや、それお前デザート買ってきたんじゃないの普通に。それは明らかに現象だった。そして必ず寝る直前になるとインターホンが鳴る。わお、
すごいじゃないか。やはり今日もなった。じゃもうドアの前にいて、ピンポン鳴った瞬間ドア開ければどうなんの？俺はドアの前に立ち、スコープを覗くかどうか迷っていた。それは、昨日の嫌な感じがまだ脱げなかったからだ。はぁ、あ、あ、すいません。向こう側からドアが叩かれた。それはノックとはほど遠い勢いで強打された音だった。俺は恐る恐るスコープに顔を近づけ、向こう側を確認しようとした。怖い。お母さんじゃない？これウサギの。なんか目がお母さんっぽくない？お母さんですか？すいません、返します。絶句した。俺はその場から動けず、覗き穴の向こう側にいる。赤い瞳から目を背けることもできずに立ち尽くしていた。心臓が激しく巻き打ち、動悸がして、して、全身からは冷たい汗が吹き出してくる。熱いのかも寒いのかもわからない。なんだ熱い？誰だ？次の瞬間、金縛りが解けたように体が動くようになった。そして俺はすぐに実室へと戻った。ウサギのお母さんだよ。どう考えても、ケージの中を見やると、じゃがみささまっさも俺の方を見ていた。いや、オーラまとってる。なんか覇気持ってる？あの赤い瞳で俺を見てる。そんなことありえない。そう思いつつも、少しだけじゃがびささまっさが怖くなっていた。元の飼い主が、じゃがびささまっさを捨てた理由はこれなのかもしれない。実際に何が起きてるのかわからないし、本当にこのお酒のせいだという証拠もない。怖いわ。これは怖いわ。4日目。やっぱりちょっと赤くなってる数字が。4日目にもなって何、どんどん何が起こるのかわかりませんけど、俺はここを紹介してくれた不動産屋に電話をかけることにした。もしかしたらこのアパートに何か原因があるのではないかって考えてくれて。はい、三角三角不動産です。俺は不動産屋に過去に何かあったかを問いただした。本当に何かあった場合はごまかされる可能性もあるが、それでも確かめずにはいられなかった。まあないんじゃないの。やはり不動産屋の回答は期待したものではなかった。特に何も変わったことはない。過去に住んでいた契約者からもクレームなどはなかった。はあ。話を聞いていた限りでは、窓口の人の対応も誠実で、とても嘘をついているようには思えない。単に俺がお人好しなだけかもしれないが。じゃがみささまっさ、何か不満なことでもあるのか？いや、別にお前のせいだと決まったわけじゃないんだけどさ、名前でしょ？そうつぶやきながら、頭を優しく撫でてやると、じゃがみささまっさは、うーだか、ぷーだか、よくわからない鳴き声を発した。この時、俺はウサギの鳴き声を初めて聞いた。後で調べてみたが、ウサギに声帯はないので、正確には鳴き声ではないらしい。食堂を狭めたり、鼻を鳴らして音を出しているのだという。しかしそれはどちらにしても、感情を表している証拠だった。俺にはそれが何かを訴えているのだと、なんとなく伝わってきた。けれど、ジャガビササマッサは俺に何を伝えたいのだろう。不安は募るばかりだ。また？そろそろ怒るって言うとるよ。来た。また飲め。驚くことに異変はさらに進行していた。何？はあ？これはあかんやろ。ドアは血とも錆ともわからない何かに侵食され始めていた。心なしか一周もする。あいやいやいや、すいませんすいません。あちぇ。俺は恐怖に飲まれそうになった心を必死にこらえてドアへと近づいた。このドアの先に何かがいるのは間違いない。人ではない何かが。それを確かめるべく、ドアノブに手をかけた瞬間だった。え？まるで静電気が走ったかのように、ドアノブから手が弾かれた。どうすりゃええん？もう開けてもダメなんかい。くっ！俺に出てほしいのか、閉じ込めてほしいのおきたいのか、どっちなんだクソ！何がどうなってるんだ？直後に背後から視線を感じた。ジャガビササマスじゃないの？あ、ちょっとセーブします。選択肢が来たんで。振り返ってみよう。振り返ってみましょう。恐怖を押し殺して、俺は振り返った。気配を察して視線を下げると、そこにはジャガビササマッサがいた。出てんの？わあ、ジャガビササマッサ。え、怖い。何？あれ？5日目。いや、さすがにドアああなってたからもう逃げよ。窓からでもいいから逃げよ。私を食べてください。あなたがそれをできないのなら、私は自ら火の中に飛び込みましょう。そして私は肉となり、あなたの糧となる。これなんだろう、何が重要なんだろう。これ多分ヒントなんでしょうね。ウサギを食えばいいの？ウサギ肉って食ったことありますか皆さん。ええー。
え、お前、え、あ、夢ね、よかった。ついに俺は部屋から出られなくなった。ドアに触れれば何か不思議な力に弾かれる。窓も同じ。え、窓もかい。電話も繋がらない。完全に閉じ込められてしまった。不幸中の幸いは今日が土曜日で仕事は休みなことくらいか。というか仕事の心配なんてもう必要ないだろう。どうしたものか。え、どうすんねん。ジャガビササマッサ生きてる？え、どんどん過ぎてく。一週間後にちょうど何か大変なこと起こるってこと？いやいやいや、もうおかしいやん。ドアの血色が悪い、けが、やばい。え、時が経つことに広がってる。あまり想像したくはないが、あれが広がりきったら俺は多分。え、もう閉じ込められてますやん。まずいまずい、もう勝手に、もうすごい勝手にどんどん進んでいくわ。早く打て、もう言え。うわわわわわ。電気もつかなくなり、水道も止まってしまった。なのに、テレビだけは時たまついて砂嵐が流れてる。スマホの電源も切れて、地獄すらよくわからない。もともと、買い置きなどせずにコンビニ弁当で済ませていたこともあり、冷蔵庫の食料もなくなりかけている。まずいやん！餓死するやん。あれ、一週間じゃ済まない。でも数字が赤くなりきってますけど。まずいよ。憔悴しきしているはずなのに、寝られない。何かがドアを叩いている頻度もさらに多くなってきた。シャーサー？うわ、もうここのも亀よ。めっちゃ立ってるよ。二日間ぐらい何も食ってないんじゃないの？腹が減って気が狂いそうになってきた。これウサギ食うのじゃん、絶対。ジャガビササマッサ食っちゃうの？わわ、もう一日が早い。何もできない、もう心、いやもう全部壊れるって、精神やら何やら。今日で10日目のはず。時間の感覚もかなり曖昧になり、上と乾きで頭が常に霞みかかったような状態だ。現象はまだ続いているものの、俺自身にはまだ何直接の機会はない。ただ、家の中には確実に侵入してきてるらしく、リビングの扉、その曇りガラスの向こう側に人影がたまに見える。しかし、そんな恐怖よりも、やはり上と乾きの方が耐え難いものだった。もしあの扉が開くのなら、幽霊だか化け物だかを殺してでも外に出たい。はは、化け物はともかく、幽霊を殺すなんて矛盾してるよな。まあ一人殺すのも二人殺すのも一緒か。俺はテレビの横に置いてある写真を見ながら乾いた笑い声をこぼす。その時、ジャガビササマッサは、またあの変な鳴き声を漏らし始めた。そしてその赤い瞳が俺を見てる。ジャガビササマッサを見た直後、ほぼなくなりかけていた口内の唾がこっくりと喉の奥へと落ちていった。肉、肉、肉。乾きを潤す血もある。そこにある。あるんだ。食って、もう食うしかないよね、こうなってしまったら。X 日目。X 日目。何日経ったかわからん。限界だった。あ、でも食ってないんだ。いろいろな意味でもう、きっと時間はほとんど残されてない。だから俺は決断をすることにした。いやー、セーブします。撫でるだけ、これ抱き上げる。どっち？わからん。とりあえず撫でようじゃ。撫でましょう。え？あ、そっか、ウサギも餌ないからか。もういいんだ。もういいんだよ。ジャガビササマサ。うわー、これ見たくない、こういうの。この横になってるウサギを見るの自体がもう嫌だ。ジャガビササマッサは横になりながら苦しそうに浅い呼吸を繰り返していた。お前が俺を守ってくれてたんだろう。ああ、そうなの？どうしてこいつにそんな力があるのか知らないが、スコープに映っていた赤い瞳も、ドアや窓が開かなかったのも、俺を外にいる何かから守るためだったんだと思う。そのせいか、ジャガビササマッサは餌をあげようとしても食べず、日に日に衰弱していった。ありがとな。次の瞬間、砂嵐の流れていたテレビモニターに人影らしき姿が映った。え、悲しい。なんだよ。不気味な笑い声が静かな室内に響き渡っていく。匠、ねえ匠、死んで、死んでよ。これその写真の女の人やん。写真、しゃしゃ、邪魔、ひに、びこんだやつ、うさぎ。影は俺ではない。誰かの名呼び、意味不明な言葉を繰り返す。
そして俺を殺すためにテレビから腕を伸ばし、は？貞子やん。体ごと這い出てこようとした、していた。影はテレビモニターの淡い光に照らされて、その異様を表した。うわ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 。写真、月のし、ある。しかしそれを止めたのはやはりジャガビサ様さだった。もういいよ、無理すんなって。ジャガビサ様さは化け物とは俺の間に割って入り、その小さな体から光を放ち出した。何者？この時セシルに走ったオカンよりも先に俺は刺していた。やめろ、やめてくれ。俺を伸ばした手が光に飲まれて白く染まっていく。その光は何よりも暖かくて優しい命の輝きだった。ダメだ！うわぁ、悲しいよこれ。ちょっと、ウサギがいいやつやったやん。動物系のやつはあかんって、本当に泣く。ウサギ、ジャガビササマッサ。うわ、ずっと守ってくれてたのかよ。なんか悲しい。すげえ悲しい。なんだろう、この気持ち。なんか、何？なんか拾ってくれたお礼とかで守ってくれてたのかな、多分普通に。なんであんないいウサギが捨てられてたの、じゃあ。てか、なんであんな急に呪われ始めたの？なんかすげえ恨まれてんじゃん、多分彼女かわかんないけど。なんで？急に？ってか、じゃあ、覗き込んできた白い、毛のなんか赤い瞳なんだったの？ウサギじゃん、あれだって。お母さんだと思ってたけど、ウサギの。これ何エンド？生きてる、生きてる！目の前が真っ白に染まり、気がつくと俺は仰向けになり、天井を見上げていた。俺は？朝のニュースです。先週お伝えしました、東京都 H 市のビルから落下して死亡した夢原由美さん、23歳の件に関して、警察は元恋人の千田拓実34歳を殺人容疑、事件の容疑者として対しまして、千田容疑者は、はい。これ関係があんの？え？もしかして、その人がウサギを捨ててたってこと？だからまあ、守ってくれてたけど、その呪いを引き連れてきたのはウサギってこと？翌日、俺は公園に寄り道をしていた。来たところでジャガビササマスはもういない。肉となり糧となるか。自分の都合や感情だけで人は他人を殺す。死んでもなお誰かを恨んで殺そうとしてくる。俺だってその人間だ。同じなんだよ。そんな人間を助けてお前は本当に満足だったのか。え？助けてもらって悪いが俺はもうごめんだ。先に抜けさせてもらうよ。なんでだよ。遠藤さん、その赤い瞳。はあ、なんでやねん。守ってもらったのに。なんで？納得がいかへん。まあ、とりあえずいろいろ選択肢ありましたけど、まずここで抱き上げましょう。俺はジャガビササマッサをケージから出して抱き上げた。まあ、どっちかで言ったらあれは多分バッドエンドだと思うんですよ。守ってくれてたけど。お前のせいなんだろ。あ、そっちか。そうなっちゃうんだ。こんなことになるなら拾ったりするんじゃなかったよ。ちげんだよ。まあでもこのエンドは先に見といた方がいいかな、多分。見たくねえ、締め殺してんじゃん。あ、夕方のニュースです。本日、東京都 H 市のアパートで男性の遺体が発見されました。男性は部屋の天井から首をつってる状態で発見され、警察は自殺を見出して検証を進めておりますが、ただいま続報がありました。アパートの侵入る段ボールから女性の切断された遺体と、ウサギと思われる動物の死骸が発見されたとのことです。女性の遺体は腐敗が進んでおり、死後2週間以上かけます。はあ、そういうことかい。主人公をもともと拾う前に殺してたんだ、彼女さんを。そりゃ恨まれるわな。うわ、ウサギもかわいそう。ジャガビササマッサ拾われた人がちょっとかわいそうやな。だって、ね、殺人犯がウサギ拾ったってことでしょ。で、恩があってその人を守ってたけど、まあ、彼女も彼女でかわいそうだよね。主人公、お前バカやな。まあ、とりあえず他のエンディングがあると思うんで、もう一回やります。ですね、さっき調べたところ、バッドエンド2があって、バッドエンドが2つあり、トゥルーエンドが1つあるらしいんですよ。で、多分選択肢的にこのドアを開けた通り逃げるじゃないの？これダメじゃないの？まあ、これにやりましょうか。俺は恐怖のあまりドアを無理やり開けて、ストーリー出ようとした。はい。今度はさっきのように弾かれることなく、ドアはすんなりと開いた。しかし、え？何が起きたのか理解できないまま、俺の意識は、凄絶な
痛みを感じた瞬間に途切れた。あれあれ多分エンド1とエンド2がバッドエンドで、多分一番最初に見たエンディングが多分トゥルーエンドってこと。まあでも他のエンディングを見る限りだと、やっぱりその彼女を殺した主人公がウサギに最終的に呪、その彼女を殺した、その殺された彼女の呪いで助けてはもらったんだけど、ウサギに、でウサギは亡くなってしまって、彼女はもう殺してていなくないないんですけど、で最終的に主人公はまあもう無理だなって言って殺した罪悪感とかがあって自殺したってことでしょ。このゲーム救われな、全然救われないやん。いやウサギが一番かわいそうじゃないの。逆に他の人に拾われてたら多分普通にこの主人公は呪いで殺されてたってことでしょ。助けてあげたウサギが一番かわいそうな気もするけど、まあこういうゲームでしたね。僕は普通にこのゲーム好きです。面白かったです。本当になんか感慨深いですね。では皆さん後味悪いけどウサギはいいやつでしたね。何も悪くなかったってことでした。ウサギに罪はない、てか動物に罪はない。はい、さよなら。